4月7日、とんでもないことが起こりました。ダッフィー&フレンズ、ビューティフルレイニーデイズ、発売日初日。深夜2時頃には、ミラコスタの敷地内は、大勢の人。視聴者さんからの情報ですと、その時点で300人はいたそうです。そのほとんどが海外転売屋。某フリマの取り締まりが厳しくなるはずだったのですが、一体なぜ海外転売屋がめちゃくちゃ多かったのか調べていきましょう。まずは貴重な情報、視聴者さんの情報だと並んでいるときに、海外転売屋の4月7日の末端のアルバイト代が上がったらしいのです。視聴者さん情報ありがとうございます。末端のアルバイト代が上がったのはなぜでしょう。4月7日、先ほど言いましたが、新作のグッズに秘密がありそうです。ダッフィー&フレンズ、ビューティフルレイニーデイズ。まずは、海外転売屋のグループが、どれくらい来ているのか、調べてみましょう。史上最悪かもしれません。調べただけでも、20組以上のグループが、4月7日、ディズニーシーに入ってきます。4月7日はスタンバイパスが必要で、ディズニーシーでは3店舗、アプリオンラインでは1個購入可能。スタンバイパスが3店舗取得できれば、最大で1人4個購入ができるのです。そのために、スタンバイパスを取るために、海外転売屋は深夜から大勢押し寄せました。そして衝撃の事実が、最低でも20組のグループ、その中の1グループにどれくらいの人数なんでしょうか。その1グループ、ビューティフルのグッズをどれくらい買うのか見てみましょう。75個買う予定みたいです。1人制限1個なのに、何この数。スタンバイパス入れて1人4個だとすると1グループ20人います。それが20組以上のグループ、軽く400人くらいが深夜から並んでいたわけですね。開門と同時に深夜から並んでた海外転売屋は走っていたそうです。史上最大の人数だと思います。ではなぜ史上最大の海外転売屋が押し寄せてしまったのでしょう。視聴者さんの情報の末端のアルバイトの時給が上がった、この点が気になりますね。時給が上がってもそのグッズが欲しい、これは今の日本の状況とはちょっと違いますね。ではその理由をお伝えしましょう。今回発売のダッフィー&フレンズビューティフルレイニーデイズ、レインウェアの珍しいグッズですが、日本が初めてではなかったのです。それは今から3年前のことです。2019年、香港ディズニーランドでレインウェアグッズ発売。日本とは桁違いの海外転売屋がものすごい数、グッズを購入しました。さらに、2019年、レインウェアグッズは上海ディズニーランドで販売されていました。このグッズも、凄まじい数が、海外転売屋によって、争奪戦となりました。今回日本で発売の、ビューティフルレイニーデイズの、ダッフィー&フレンズを、海外転売屋が、見逃すわけがありません。今日のスタンバイパスは、ほとんどが、海外勢が持って行ってしまうでしょう。そしてこれ以降の情報、海外転売屋が、初日だけではなく、パークに入る、日にちが判明。スタンバイパスがある4月8日も大量に海外転売屋は入ります。さらにここに書いてある4月15日、あれですよね、遅延してたキーホルダーの発売日ではないでしょうか。4月15日の発売日も海外転売屋が入ってきます。皆さん気をつけてください。今日はディズニーシーは8時15分にアーリーとなるようです。スタンバイパスが即終了となるでしょう。今後はスタンバイパスは取れないかもしれない。だって海外転売屋が多いんだもん。言い忘れてました。今回入ってくる海外転売屋のまとめ。深夜0時から並んでいた海外転売屋の末端のアルバイトの時給が上がった理由は、
2019年に販売されていた香港と上海のダッフィー&フレンズレイングッズを買っていた海外通信のバイヤーの大元が莫大なお金をかけて末端の転売屋の時給を上げた。そして日本のダッフィー&フレンズはすぐに海を渡ります。残念ですが某フリマに転売されるグッズも実は海外転売屋がほとんど買い漁ってます。ここからはグッズのおさらい情報になります。皆様からのコメントをお待ちしております。ダッフィーぬいぐるみコスチューム5000円、長靴と T シャツとポンとがついている。シェリーメイコスチューム5000円、やばいよこのかわいいワンピース。ジェラートーニコスチューム5000円、レインコートの耳がかわいすぎ。ステラルーコスチューム5000円、お礼左下の部屋の中で過ごす服もかわいいですね。ダッフィーぬいぐるみバッジ2200円、シェリーメイぬいぐるみバッジ2200円、ジェラトーニーぬいぐるみバッジ2200円、ステラルーぬいぐるみバッジ2200円、ダッフィーぬいぐるみストラップ2000円。シェリーメイぬいぐるみストラップ2000円、シェラトーニぬいぐるみストラップ2000円、ステラルーぬいぐるみストラップ2000円、クッキーアンぬいぐるみストラップ2000円、オルメルぬいぐるみストラップ2000円、ダッヒぬいぐるみ3100円、腕やカーテンにつけられるんだって。ジェラトーニぬいぐるみ3100円、これも腕やカーテンにつけられるんだよ。抱き枕6500円、ジェラトーニのこのうつ伏せスタイルがいいですね。ポストカードクリアホルダー650円、メモセット1200円。ノートセット3800円、塗り絵とかスケッチブックちょっと値段高いですよね。カーテン来ました12000円、ミニーちゃんのカーテンが1万円だったから結構高いですよね。でもポイントはミニーちゃんのカーテンは横幅の生地が余裕が全然なかったので、今回のダッフィー&フレンズのカーテンはかなり生地を使ってるので12000円はちょっと納得かもしれません。トートバッグ4300円、すぐなくなるショッピングバッグ770円、グラス&コースター2500円、ガラスのコップって珍しいですよね。コースターもめちゃくちゃ可愛いですね。冷水筒2200円、カルピスを入れると目立ちそうですね。トレイが26センチ、36センチの2300円です。程よい一人用のトレイでいいですね。タオル、ケット、4500円。タオルポーチ&ミニタオル2100円。キーチェーン950円、一つシークレットがあります。キーチェーンセットシークレット入り4750円。これ早く売れちゃうかな？それとも多めに作ってあるんでしょうか？チョコレート1100円、ミルクとホワイト味。カンカンが可愛いですね。クッキー900円、チョコレートクッキー5個、バニラクッキー5個。アソーテッドスイーツ1800円。パスタスナック1300円。これは紙の容器のようです。